本日のメインレースは桐花賞1600m 12頭で行われます。それでは出走各馬を山木さんに解説していただきましょう、はい、まず1番猫軍団です。はい、気合いのりよく元気は良さそうですよね。まあ、歩様も悪くないですし、前走の出来はキープしてんじゃないんでしょうか。まあ、ただメンバーはね結構というか、まあ一頭強い馬いるんでどこまでってところなんですかね。2番銀座ファミリアです、はい、まあ、小柄な馬ですんでね、はい、いくらかでも増えてきたのはいいと思いますね、はい。まあ、キビキビした歩様ですし、この馬なりに順調には来てんじゃないんでしょうか。3番クリアマキアートです。はい、まあ歩様なんかスムーズですし、まあ、程よく気合いも乗ってますしね。体調面は悪くなさそうですけども、まあ、前走は出遅れて、ちょっと力を出し切れなかったところがあるんじゃないんでしょうか。4番ゴールドキャビアです。はい、まあ、ややすっきりした馬体はしてますけども、これで走ってるんですから、まあ、これで、まあ、馬体はいいんでしょうね。これでね、多少茶化ついてるところはありますけども、まあ、初コースも初馬はですかありますし。5番グラッツェラです。はい、まあ、歩様なんかスムーズですし、馬体の張りもいいですよね。状態面はいいと思いますけど。6番リカチャンスです。はい、まあ、落ち着いてますしね、歩様もしっかりしてますんで力は出せるんじゃないんでしょうか。全然その勝ちプレーは鮮やかでしたんでね、このメンバーでしたら、まあ、いくらかは頑張れんじゃないでしょうかね。7番シーヤです。はい、うん、まあ、いつも通りの感じですかね。まあ、キビキビした歩様をしてますけども、このメンバーに入るとちょっとね、力量的にはどうなんでしょうね。ちょっとややなりますね。はい、8番吉野ゆりやです。はい、まあ、馬体は引き締まってますし、まあ、元気は良さそうですけどね。9番スカリーブルです。はい、すっきりした馬体をして、無駄肉もないですし、いい状態は良さそうですね。まあ、前走に比べるとメンバーはちょっと落ちてますんで。10番ハロープロミネンスです。はい、まあ、ちょっと歩様が硬そうな気もしますけども、まあ、使われながら新馬戦の状態には近づいてきたんじゃないんでしょうか。11番ローエンプリンセスです。はい、毛艶もいいですし、すっきりした馬体で出来自体は悪くないと思いますけども、まあ、あとはある程度前に行ってどこまでってところなんですかね。13番リコーレースです。はい、まあ、それほどの変わり目はないですかね。馬体が急に、まあ、良くなったという感じはしないですけども。マイナス7キロです。以上、桐花賞の出走各馬ご紹介しました。それではパドックでの推奨馬をお願いします。はい、4番のゴールドキャビア、はい、それとグラッツェーラ5番ですか。はい、それに9番のアスカリーブルですかね。はい、以上でよろしいですか。はい、ありがとうございます。山木さんのパドックでの推奨馬は4番5番9番の3頭を挙げていただきました。それでは山木さんの印を見ていきましょう。本命は12番紅葉タレイ挙げていただいていましたが、はい、こちらは出走取り消しになりました ね、 ですね、はい、そして対抗は4番ゴールドキャビア、はい、こちらはいかがでしょうか。
はい、まあ、前回の勝ち方も、まあ、全然余裕ありましたしね、はい、まあ、距離も北海道では長いところを使ってますんで、全く問題ないですし、はい、まあ、どのくらい走るか楽しみな一頭ですかね、そして黒三角ですね、5番グラッツエラ、はい、あ、まあ、対抗、はい、あ、そうですね、黒三角、はいはい、はい、こちらはいかがでしょうか、まあ、前回、まあ、紅葉タレヤですかの後方から行って届かなかったですけども、直線はいい足使ってましたんで、はい、まあね、それほど差はないレースはできるんじゃないかなと思ったんですが、はい、それではね、本命の一頭がね取り消しになってしまいましたので、もう一枚見てみましょう。さあ、この中で一頭挙げるとすると、はい、9番ですか、はい、アスカリブ ル、はい、こちらはどういったところが、まあ、前走は、まあ、ちょっと強敵相手で、足りなかったですけども、その前の時計は早いですしね、1分41秒8ですか、はい、このくらい走れれば、まあ、それほど差はないかなと思いまして、前走もいい粘りは見せましたからね、今回もですね、まあ、相手が悪かったっていうことですかね、さあ、以上山木さんの印ご紹介しました。それではオッズをご覧ください。